はい、それでは中納言「リタマイテをやっていくんですけれどもこの単元はもう圧倒的に敬語ですかねで、まあ、敬語の種類を覚えて敬意の方向をやっていこうと思うんですけれども,もう覚えるのすっごい面倒くさいですよねまあその中でちょっと今回はあの特別にいろいろとねあの気づいた生徒がいたみたいなのでこれをちょっと周知していきたいなというふうに思いますで今回あの尊敬語・謙譲語・丁寧語の種類をこうやってあの判別してた時に タマウ系のやつですね。タマウ、のタマうしか尊敬語が出てきてませんので、タマウ、のタマう尊敬語。で、ハベルが丁寧語で出てきてますので、この3つさえ覚えちゃえば、それ以外全部謙譲語ということになります。もう一回しね、動画開始もう40秒ぐらいしか経ってないですけども、これだけでもうあのこれ覚えちゃいましたよね。だからこの種類を覚えるのはもうこれで完結してもらって、で、あとは経緯の方向について少し学んでいって、まあ、敬語をね、完璧にしてほしいなというふうに思います。それでは次いきますよ。 はい、で、えー、経緯の方向になるんですけどもこれを覚えてほしいことがありますまず誰から誰っていうことになるんだけどもこれもう何回もねやってきてると思うんですがここも完全に覚えちゃってくださいカ括弧がない場合にはもう作者からっていうのは決まっていますのでここはね必ずミスないようにお願いしますねここ絶対見づらいですね何回失敗してんだって感じですけどもね、えー、ここ覚えちゃいましょうそして、えー、ここですよね次カッコがあれば話をしている人からっていうとここがややこしいのでここ注意ですね で、このか、誰が喋ってるのかっていうのが、この中納言もわりたまいては非常にややこしいです。で、ここさえ把握しちゃえば、非常に問題,な問題なくいけると思いますので、まあ、ストーリー重視でね、なかなか話してきいきたいと思いますので、その辺もね、注意しながら、えー、学んでください。そして誰、誰へということなんですけども、ね、この2つのポイント、尊敬か謙譲かが分かれば、あとはもうね、結構楽になります。で、えー、このなな流れというか、もういつもやってることですけども、 何か動作をしていますね。今、私が喋っています。話していますね。で聞いている人誰ですかって言ったら、これ、私が喋っていて、ね、あなたが聞いてますね。でそれを、例えばですけれども、誰か作者が見ていて、ね、えーっと、私を高めたい場合には尊敬語を使います。逆に、ね、あなたを高めたい場合には、謙譲語を使うっていうのが、これ、古文の、えー、敬語のルールになります。大丈夫ですかね 逆に言うとね、あなたから私に話しかけていた場合には、この S と K が逆転するということになりますので、これさえ分かっちゃえば、尊敬語と謙譲語はもうほ,ほ,ほぼほぼ完璧でいけるんじゃないかなというふうに思います。で、あとはですね、丁寧語なんですけれども、これは非常に簡単です。今、あの動画の作成主である私が喋っていますね。で、これ丁寧語使ってますけれども、聞いてるの誰ですかって言ったら、君たち、あなたたちですから、ね、話してから聞き手に対する敬語。 もしくは、これ先生がですね、動画ではなくて、あの、文章を書いていたとしたらどうなりますかっていうと、まあ、立場が変わるだけなので、作者から読者になるだけですよね。はい、まそんな感じなので、丁寧語、ね、さえ覚えてしまって、あとは、この先ほど言った通り、動作をしている人に対するものが尊敬語で、ね、動作を受けている人を高めるのが謙譲語。ここをね、まず完璧にしてしまいましょう。ここまで3分ですよ。 ね、ここでさえできちゃえばあ,のある程度点数取れると思いますのでぜひね頑張っていきましょうはいそれじゃあ本文にね入っていきたいと思いますはい中納言「まいりたまい」てということになりますけれども先ほど言いましたね敬語がありますまあ試験ではねおそらくあのこれの敬語表現抜き出せじゃなくてこれの敬語表現の種類、ね、活用の種類とかつん敬意の方向を聞かれると思いますので「はい参り」ですね玉受けじゃないのではい謙譲語です で、えー、玉いてが出てきましたね。玉いて、はい、尊敬語でしたね。もうこれ完璧ですよね。で、えー、もう一つ下、下行っちゃいましょうか。見扇、縦まつらせ、たまうにってことですが、縦まつらせ。これも、謙譲語。そして、たまうですよね。出てきましたんで、これ、尊敬語ですね。はい、そんな感じです。じゃあ、敬意の方向やっていこうかなってことですが、これ、もうお察しの通りだと思うんですけれども、全部、ね、鍵括弧ありませんから、はい。 どう考えても全部作者からっていうのが分かりますよね。うん、で、えー、これ作者って誰ですかっていうとちょっと覚えておいてほしいんですけれどもこれの作者は清少納言です。でこの物語の厄介なところはあの筆者と登場人物がかぶって出てきてしまっているってことになりますのでここが注意になりますね。はい、でまあ,あのややこしいのでぜひあのそこら辺の区別はしっかりこの動画でできるといいと思います。 で中納言参りたまいてっていうことなんですけどもこの場面どこに来たかっていうと中納言高家と言います高家という人物がいてこの高家はどこにやってきたんですかっていうと高家がね、えー、一条天皇の奥さんである定子ですね中宮定子この二人は兄弟なんですけどもそのもとにやってきたっていうシーンになりますだからこの場面で言うと ねえー、整理していきますけれども人物像ですよねはいこんな感じでどういう動作が行われたかっていうとね高い絵が定子のもとにやってきたってことになりますそうすると中納言参りたまいてですよね参りたまいてこんな感じになりますのでうんで書きかっこないから全部作者からの経緯になりますよね そうなって参りの、ね、経緯の方向っていうのはこれ謙譲語ですから停止に対する敬意だしでこのあとですね玉井亭ですから動作してる人誰っつったら作者から高い絵に対する敬意になりますよね大丈夫ですよねそして扇身扇ですね縦せたま玉うにってことになってますが玉うにですね玉緒に,になってますけどもこれも変わらないですよね扇を差し上げようと思ったってことですから ね、高い家が停止にあげようと思ったんですねそう考えていくと作者からこれも「停止に対する敬意だし「賜う」今度は「高い家」に対する敬意という感じになってきますこんな感じでねもう本当に2方面の敬語であろうとすごい楽勝です、うん、で、えー、次出てきましたはいさっきね覚えてねって言ったやつですね「えてはべれ」ありますねはいこれが丁寧語ですでほら鍵格好あるでしょ鍵格好さっきも言った通り「 定年、ね、語に関しては話をしている人から聞いている人に対しての敬意になりますのでね、えー、高家はこの高家はですね、えー、素晴らしい扇の骨を手に入れましたなんていう役なんですけどもね意味次期素晴らしいですね素晴らしい、まあ、これは、うん、覚えときましょうね素晴らしい骨を得てはべれ、うん、でさっきも言った通りなんですけども中ゴンが、ね、来たんですよね で、扇を上げようと思ったってことですから、この会話文は誰からさ、誰にしてるかって言ったら、さっきも言った通り、高い家から定子に対して会話をしています。だから、この丁寧語も話してる人から聞いてる人なので、そのままここが敬意の方向になりますよということです。はい。それを貼らせて前らせんとするにってことですけども、うん。で、えー、このそれっていうのは、それに、骨ですよね。骨に、骨に、 ね、紙を貼らせて差し上げようとしたということですね。そう、骨に、こうですね。今度は紙をが省略されてますね。紙を貼らせて参らす、マイラス。謙譲語ですね。はい。渡す人が高い家です。渡される人が、えー、停止ですね。で、鍵括弧がありますので、ここも高い家から停止に対しての、このままでいいですよね。うん。この部分です。この部分の流れと変わらないので、 ね、高い家から停止に対する敬意ということになります。はい。で、無ととありますが、ね、無との形になったときには、これ、無の識別ですけども、意思が多いですね。はい。そして、とはイコール、丸と一緒ですので、終止形ということになります。大丈夫ですかね。はい。おぼろげの紙ってことですけども、ね、おぼろげの紙って何ですかっていうと、これ、普通の、ありふれた、みたいな意味があるので、 ね、それはえ、打ち消し語、マジケレですね、打ち消し語です。うん、これで、できないと。うん。で、えマジケレはこれ、打ち消し水量になりますので、ね、えー、水量が混じっています。図とは違うんですね、打ち消し水量です。はい、そうすると、ね、できないだけじゃなくて、 でき、そうも、ない、ということですね。で、場があるので、ので、っていう感じに訳します。はい、それを求め、はべるなりということで出てきました。はい、ハベル出てきましたね。これ丁寧語です。さっきも言った通り、話している人から聞いている人なんで、高い家から停止に対する敬意になります。はい、で、はべるなりということで、これ、あり、おり、はべり、いまそがりですけども、ね、えー、これ、らへんですよね、らへ らへはラリリルレレですからこれらへの連帯形なんですねで連帯形接続のなりに関してはこれ断定の助動詞になりますのでこのなりは断定の助動詞ですそしてえっ、ー、とまあ文が普通に終わってますので終止形ということにしましょうはいまあ連帯形で終わる場合もあるんですけどもね、えー、ここではね活用表を見た時に終止形がいいだろうという感じですはいで続いて申したもうと出てきましたね、はい これも敬語です。さっきも言った通り、玉受けではないので、ね、これは謙譲語。玉をは尊敬語ですね。はい。で、喋、えー、っている人、誰ですかってちょっと整理していきましょうね。はい。さっきも言った通り、高い絵が、ね、亭子に向かって話していますよね。はい。だから、受け手が高まるのがこっち。喋ってるのは高い絵でしたよね。 はい、そうなった時にここは開格好がありませんから両方とも作者からです。作者から高いへこっちは作者から亭主に対する敬意っていうのがこれで分かってくるということですね。何か本当に素晴らしい骨をね、えー、見つけたので、まあ、本当に素晴らしいそれに見合う紙を探しているということを、まあ、あの言い出したって感じですかね。そんな内容になっています。はい で、えー、いかようにかってことね、あるということで、これは停止が、今度は高い家に質問したんですよね。どんな様子ですかいかようにかある。うん。このかですけども、かかり結びになります。かかり結びです。はい。らへんの、まあいいですね。この辺は連帯系ということになりますね。うん。で、どのような様子ですかで、いか系ってのは全部疑問系になりますので、 はい、どんなようだから様子かってことを聞いたんですね。と、問い聞こえさせたまえばということになっていきますが、え聞こえ、ここまでが一語、謙譲語です。させたまう、これで尊敬語という感じになります。はい、そうすると、ねえー、ここは、場面の整理をしていけば、 定、はい、子が高い絵にどんな骨ですかっていうふうに整理をしてますのでこの場合は定子に尊敬語が使われ高い絵には謙譲語が使われているということです。で鍵括弧がありませんので両方とも作者からの経緯になります。問い聞こえこの聞こ U 言うですね終式聞こをう U。そうするとこれは聞かれた方が高まるので高い絵が高まっています。 そして、させたまうに関しては、作者から、定止に対する敬意ということになっています。そして、すべて、意味中はべり。出てきましたね。これ、はべり。覚えるやつでしたね。はい、丁寧語ですね。で、えー、質問されてますよね。この流れわかりますよね。定止が高い絵に話しかけたんですよね。うん、そうなったらどうなるかって言ったら、今度はターンが変わりますよね。はい。<laughs> 高い家、どんどん人間が汚くなっていってますね。ちょっと時間の関係があるんでね。あの、急いでます。はい。停止に対して話しているという感じになってますので、うん。ちょっと逆転しますよね。でも、まあ、と,とにかく丁寧語なんて関係ないですね。話している高い家から、はい。停止に対して言っているという経緯の方向になります。うん。すべてが素晴らしいございますと。すべて、素晴らしい。ね。そんなような内容です。 さらに、ねえー、まだ見ぬ、骨の様なり。ここですよね。ここはすごいポイントになります。うん、さらに、打ち消し語。これですね。さらに、ぬ。ぬ体言打ち消しですからね。打ち消し語。全く何々ないという訳になります。全く何々ない。 重要ですね。だから本当に全く見たことない骨の様子なんですよっていうふうに言ってますね。はい、様。これ体言ですから、うん、このなりに関しては、断定の助動詞ということになります。はい、終止形です。ね。えー、と、なん、人々、申すということで、えー、本当にもう全く見たことない人々、なん、人々、申すっていうふうに言ってますね。ここ、係、えー、り結びです。 で、人々って誰ですかって言ったら、これを働いている女房たちのことを指しますよね。はい。で、えーまあ、女房たちが見たことないって言うんだというふうに言っていて、ね、えー、まあ、ことに蚊ばかりのは見えざりつというふうに言っていますので、まあ、本当にこれほどの骨は見たことがありませんというふうに言ったわけですよ。うん。これぐらいのは見たことがないと。見えざりつ。打ち消し。 ズーザリですから、連用形。えー、見たことがない。これですね。ツ完了ですね。収支形ですね。はい。こんな感じになります。大丈夫かなこの鍵格好の中の鍵格好があるので、ごめん、言うの忘れてましたね。さらに、まだ見ぬ骨の様なりと、人々が言ってるんだよっていうふうに言ってるから、この、ね、えー、ここの部分に関しても、誰が言ったんですかって言ったら、この二重鍵格好に関しては、女房が喋ってるんでね。ここ注意してくださいね。 はいで、えー、この改革を外れたところのこの辺りに関しては、まあ、高い絵が言ってるということになってるのですべて素晴らしいとそしてこんなのは見たことがないんだというふうに言っています。はいと小あだかくですね、えーまあのたまえばというふうに言ってますので。 あ事高くですね。こコこと高くのたまえばっていうふうに言ってますのでこの辺ことタカっていうことで大きい声を言ったんです大きい声で言ったのたまう出てきましたねはいこれ尊敬語ですおっしゃったんですねうんでそういうことはどういうことかっていうとこれ結局自信があったんですよねそれぐらい素晴らしいものなんだってことで自信に満ちあふれて声が大きくなっているというそんな感じになっていますで、えー、のたまうとありますのでおっしゃったんですよねうんでこれ また場面整理していきますけども人が喋ってますよねはいどう喋ってるかって言ったら高家が停子に向かって喋 <laughs> ってましたねはいで、えー、ここそうなった時にのたまっているのは高家ですから改革庫ないので作者からここは高家に対する敬意だったという感じになりますはいそしてねここでちょっとややこしいんですけども出てきますこれが清少納言のセリフ ちょっと書けない、ここ。はい、清少納言のセリフです。ちょっと字が汚くて申し訳ない。急にね、さては、ね、扇のに,に、庭荒で、クラゲのな,ななりっていうことでね、何な,なりですね、クラゲの何な,なりっていうふうに言ったわけですね。はい、じゃあどういうことかっていうと、ねえ、扇の骨ではなくて、クラゲの骨ということですね、なんていうことを返してきたわけですが、はこれ、あれですね、教科書ではひらがなで書いてありましかね、クラゲのなな,なりと。 な,んなりと読みますよここはねあの発音瓶があって、うん、で、えー、そうですね「赤ザータナ」ってあって省略される「ん」があった時のこの後の「なり」っていうのはこれあの伝聞推定の「なり」になりますので伝聞推定の「なり」収支形ですねはいでここに関しては「なるなり」 が何な,なりになってな,なりっていうことで発音敏化していますはいこれ助詞にくっついていますので探偵の助動詞なるなりですから連体形かなっていう感じですあっあとこれやってなかったですねあらで打ち消し接続ですね打ち消し接続ではないで何々ないでと訳しますのでないで 扇の骨ではないのでですねクラゲの骨なんですかねっていうふうに聞こえれば聞こえれ謙譲語です申し上げたんですね誰に申したかってことを整理していきますここ清少納言が誰に言ったかっていうと見たことない骨なんだって言っている高い家に向かって言っているシーンになりますそうなった時に尊敬語であればまあ字形敬語になっちゃうんではありえないんですけども ね、こんな感じの何、えー、て言うのかな式が成り立ちますそうするとここはね作者作者イコール清少納言なんですけども、ねえー、ここで高い家に対する敬意だったっていうのが分かりますはいで、えー、今度はそれに対して高い家がさらに、ね、これは高い家があのことにしてんということを言っていて自分が言ったことにしようと意思しよう 自分で自分を言ってますのでね、ここは。わかりますよね、えー。一人称の場合には意志になりやすいよっていうふうに言ってますので、ねえー、そんな感じです。で、笑いたまうと。笑い玉をですね。玉受う系が出てきました。尊敬語です。笑いなさった。ということですね。はい。笑ったの誰ですかって言ったら、これはね、えー、さっきも言った通り、あり、自分で言って自分で笑ってますので、高い絵が笑った。ちょっと図は省略しますね。作者から。 高にに対すする経だったという感じになります、はい、もう間もなく終わりますんでね頑張りましょうねちょっと長くなっちゃってますで「かようのことこそは肩払いたきことのうちに入れつべけれど」というふうになっていきますがねこういうことは聞く苦しいことなのでってことでここからちょっとね話が変わっていきますうんどう違うのかっていうと前回までとちょっと比べてですねこのこの部分っていうんですかねこの部分までは あの物語がこういうふうにありましたということでここから先はこの物語を書こうか書く前かっていうことで後日というかねまあ、作品になんか書く時の話になってますので少し時間軸が変わっていきますでこのことはね聞き苦しいことの中に入れてしまうべき、うん、でここにも書くまああの何ていうのそういうジャンルカテゴリーに分けられるんだけれどもね、えー、そういう あの書くべき場所ではないといとうことを言ってるんですねこのようなことは片腹痛きことっていうふうに言ってますのでね、えー、まあそういうふうに言ってるのであの入れたくないんだけれどもってことで簡単に言うと書きたくないと。なんでっていうことなんだけども当然これ自分で自分の自慢をするようで、まあ、恥ずかしいと。そういう感じですよね。うん、ただね一つなお年祖女房たちが ね、一つも書けずに落とさず書きなさいよっていうふうに言っていますのでね、えー、どうしようかしらなんていう感じで、えー、まあどうしようもない仕方ないか仕方なく書いてるんだよっていうふうにねそういうふうな終わり方をしていきますいかがは線左辺の、えー、未然形ですね、えー、そして最後無意思と これ連帯形で終わっていくんですけども、なんで連帯形で終わるのかっていうと、いかがあってね、いか系、疑問系が来た時には、これかかり結びと同じような効果がありますので、ね。はい。そういうふうに文末変化が起こるという感じになります。まあ、これはちょっと余力があればで構わないので、覚えておくといいと思います。うん。だから、カ痛きことってありますけれども、ここですよね、ポイント、ちょっと最後に取っときましたけども、片タハラ痛きこと。 というふうふに言ってますので、まあ、ここを、ねえー、整理していきたいんですけども「カタハラ痛き」で第三者として何、まあ、ていうのかな自慢話というのがあの読む人を不快にするよねってことを言ってるので不快に思わせる話のカテゴリーに入っちゃうよねっていうふうに言ってるんですね。うん、だから自分ではねこういうふうに自慢するっていうことは あのまあなんていうのかな不快に思わせるしい,いやいやねやっぱりそういうのは恥ずかしいわけですよね自分の手柄を書くっていうのはあまりよろしくない、うん、恥ずかしいって言葉が適切かどうかは別として、まあ、そんな感じになっています、うん、入れつべけれどもここで説明しなかったですねはいつつべけれうん、えー、つべしぬべしつらんぬらんとかねつべしぬべしとかっていう形になった時のこれに関してはねえー、確実 格術、もしくは脅威というふうに使いますよね。脅威の助動詞になりますので。うん。そして、ここは、そのようにですね。格術。で、べしのは、修士形接続ですから、修士形と。うん。で、えー、つべけれど、ここは、当然にします。 まあ自分ね、えーまあ、不快に思わせるのは当然分かってますよってことを言ってますのでこの辺はちょっとね、えー、難しいんですけどもはいで、えー、度がありますので依然形接続という感じになっていきます大丈夫ですかねちょっと駆け足でこれでも25分ぐらい取っちゃったんですけどもまあちょっと長いですが最後まで頑張ってやってみてくださいはいじゃあとりあえずこれでね、えー、中納言も有りたまいて以上です